で毒クラゲが湘南で大発生？みんなやばい。今年も湘南の海で猛毒クラゲが大発生しているらしい。ほら、早速発見。プルンプルンの毒餃子、カツオの烏帽子です。うっかり踏みつけると最悪呼吸困難や死亡してしまうケースも。1時間でどれぐらい拾えるのか検証してみましょう。とりあえず何もないので素手で捕まえてきます。あいてててててててか。1時間で120匹のカツオの烏帽子を発見しました。ちなみにこのクラゲの毒は納豆の成分に似ているらしくて、刺されると納豆アレルギーがおまけでついてくることもあります。湘南のサーファーは納豆アレルギーが多いらしい。